の一語は、1957年制作の、スウェーデン映画、イングマール、ベルイマン監督作品。名誉学院の授与式に向かう、老教授の一日」を、彼の悪夢や空想、追憶などの心象風景を交えて描写した作品。夏の夜は三度微笑む、第七の封印の成功で、国際的な名声を得たベルイマンが、映画制作会社から全面的なバックアップを得て、 制作した作品である。人間の死や老い、家族などの普遍的なテーマを扱った本作品は広く共感を呼び、ベルイマンの代表作として高く評価されている。ベルイマンは映画の主人公の老教授役にスウェーデン映画界の巨匠、ビクトル・シェストレムを起用した。シェストレムのような大物を起用することができたのも、上述の映画制作会社の上層部がシェストレムを 説得したおかげであった。撮影時には多くの混乱があったものの、映画の完成後シェストレムの演技は広く賞賛された。シェストレムは本作品でベルリン国際映画祭国際評価連盟賞とナショナルボードオブデビュー賞主演男優賞を受賞した。シェストレムは映画公開後の1960年に亡くなっており、彼にとって本作品が 最後の映画出演になった。本作品は公開と同時に、全世界で批評家の絶賛を浴びた。第8回ベルリン国際映画祭、キンクマ賞、ゴールデングローブ賞外国語映画賞、ナショナルボードオブ、デビュー賞外国語映画賞など多くの映画賞を受賞、ベルイマンに、さらなる名声をもたらした。日本でも本作品の人気は高く、1962年度の、 キネマ淳法外国語映画ベスト10第1位に選出された。医学の研究に生害を捧げ、その長年の功績を認められ、名誉学位を受けることになった、老教授作。その授与式は栄光に満ちた日になるはずだったが、前夜に自身の死を暗示する悪夢を見たためか、彼の心は晴れない。遺作は授与式当日に当初の予定を変更して、 現在の住まいであるストックホルムから式の行われるルンドまで車で向かおうとする。そんな彼に義理の娘であるマリアンヌも同行を願い出る。半日程度の小旅行は遺作にとってこれまでの自分の人生を帰り見るまたとない機会となった。青年時代に婚約者を弟に奪われたこと、妻が遺作の無関心に耐えられず不定を働いたことなどを思い出し反問する遺作。 そして、マリアンヌに、イサクの息子エバルドと彼女の間に、子供がいないのは、イサクを見て育ったエバルドが家庭というものに、絶望しているからだと告げられる。研究者としての輝かしい名声とは裏腹に、イサクの人生は、空虚なものだった。また、イサクは、ルンドへ向かう途中様々な人物に出会う。奔放なヒッチハエカーの少女と、その二人のボーイフレンド。 不毛な夫婦喧嘩を繰り返す男女、引っ越ししていった遺作を今でも慕うガソリンスタンドの店主とその妻、そして遺作の老いた母親。彼らとの出会いと過去への後悔が徐々に遺作を変えてゆく。無事に授与式を終えた遺作はその夜、エバルドと家族のことについて誠実に話し合う。寝室の外では昼間に出会ったヒッチハイカーたちが遺作の栄誉を心から祝福していた。 満ち足りた気持ちで眠りにつく遺作。彼が見る夢は前夜の悪夢と違い、不思議な充足感を伴うものだった。ありがとうございます。